皆さんこんにちは。今日はキャンドゥの購入品紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。今回紹介するのは全て新商品のものなんですけど、これは先週からずっと欲しくて、いろんなキャンドゥさんで探していたんですけど全然なくて、今日行ったところに全部あったので今回はそちらを買ってきました。こちらになります。このスイーツショップという商品がいろいろ出ていたので、今回はフレークシールとデザインペーパーとメッセージカード、それを買ってきたのでそちらの紹介になります。まずこちらはフレークシールになります。こんな感じで結構大きめのシールですね。1枚がこれが6デザイン6柄の各5枚ずつになります。でまずこちらのイエロー、これ書き込めるシールになります。こちらのピンク、こちらの紫、名前がフラワーですね。でこちらのブルー、ブルーはギャラクシー、さっきのピンクがハート、こちらのイエローがフルーツ、大きめなんですよね。1個が1枚がこんな感じ。こちらが紫のフラワーです。でこちらがピンクのハート、そしてこちらがブルーのギャラクシー、最後こちらがイエローのフルーツです。なんかどれも選べなかったので全部買ってきました。はい、まずはこちらのフレークシールと、続いてからがメッセージカードになります。メッセージカードもこんないろんな種類出ていて、1、2、3、4、5、6枚、6デザイン出てました。こちらこれは10枚入りです。こちらも大きめのカードですね。続いてこちらです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 。これは色違いですね。紫とピンク。これはジャンコード同じですね。このメッセージカードが本当に可愛くて、なんか100均雑貨屋さんに売ってそうな
感じのクオリティですよね。はい、メッセージカードは以上になります。続いてがステッカー、こちらのステッカーになります。これはステッカー2枚入りです。メッセージカードと柄は似ているんですけど、こんな感じ。まずこちらとこちらが色違いですね。クッチャンコード同じです。こちらと続いてこちらです。こちら、そして最後こちらです。このステッカーも本当可愛いですよね。これちょっと中が2枚入りなんですけど、ちょっと光沢があるような感じのステッカーですね。大きさも大きめです。このステッカーも色合いとかも本当可愛いです。続いてがあのデザインペーパーになります。まずこちらです。この字とか全てデザインペーパーは4柄の各12枚ずつになります。柄が4種類ですね。紙質はとても薄いですね。まずこちらと続いてこちらの2、これはあの黄色とピンクが混ざってますね。続いてこちらの3、これはミント色で、チョコミントみたいですね。こちらと、そして最後こちらになります。4、これは白とピンクと紫、いろんなのが混ざってますね。今回はあのスイーツショップの商品はこちらの
フレークシールとメッセージカードとステッカーとデザインペーパー、こちらを買ってきました。他にもメモ帳やマステ、シール、レターセットなどあったんですけど、私は今回こちらを購入してきました。なんか本当に雑貨屋さんに売っているような感じの可愛いステッカーとかメッセージカードなので、ぜひ皆さんもスイーツショップ見に行ってみてください。今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。